セレタイドのディスカスディスカスの内部構造サルメテロール、フルチカゾーンは、気管自然息や、慢性閉塞性肺疾患の長期管理に用いられる、配合剤。日本での承認状の正式な一般名は、サルメテロールキシナホ酸塩フルチカゾンプロピオン酸エステル。グラックススミスクラインが、同社の長時間作用性、ベータに刺激薬キシナホ酸サルメテロールと、吸入ステロイド、 全速治療剤プロピオン酸フルチカゾンを配合し、同時に吸入できるようにした合剤で、GSK が日本で商品名アドやア,アメリカでアドベアでドイツ以外の EU 諸国でセレタイドドイツでビアーニ、またシュバルツファーマがドイツでアトマディスクの商品名で販売している。いずれも容器は紫色。いずれも長期管理に用いられ、急性増悪に対する治療には適さない。 1998年にスウェーデンで初めて承認されて以降、世界120カ国以上で、期間主全息及び COPD 治療用として承認されており、フルチカゾンとサルメテロール双方の成分が相互に作用し合い、また同時に吸入することで、気管支内の同じ位置まで到達できるなど、単純に混合しただけ以上の効果があると報告されている。 日本では2007年4月18日付で3、容量のディスカスが成人の帰還自然息、治療用として、厚生労働省の承認を受け、同年6月8日、薬価収裁され発売された。当初、商品名をセレタイドとして申請したが、フルタイド、セレベントと名前が似通っていることによる過去を防ぐため、厚生労働省の指導により商品名をアドエアとした。 2009年1月21日には使用 PD 及び小児喘息についても適用追加され、エアゾール製剤の輸入販売についても承認された。サルメテロールとフルチカゾンを併用している患者に、とっては、配合による相乗効果、利便性向上、使用後廃棄する容器の数の低減などが期待できるが、ベータに刺激薬の適切な使用からの逸脱。 相乗効果によるリスク増加の懸念などの理由で承認に反対する声もある。あくまでも併用する際の選択肢であり、併用の必要がない場合や容量の組み合わせが適切でない場合には注意が必要である。同様の効能を持つものとしては、GSK がフランカルボンサンフルチカゾンと長時間作用型基幹資格調剤ビランテロールの配合剤を商品名。 デルベアとして、アストラゼネカが、同社のステロイド剤ブデソニドと、長時間作用型機関資格調剤ホルモテロールの、配合剤を商品名、シムビコートとして販売している。また、強輪製薬は、ホルモテロールプロピオン酸フルチカゾンの合剤である、フルティフォームを、ノバルティスは、ステロイド剤モメタゾンと、長時間作用型機関資格調剤インダカテロールの、 合剤であるアテキュアを導入し販売している。これらはいずれも全速コントローラーとして用いられるが、COPD の適応を合わせ持つのは、アドや、レルベア100、シムビコート及びブデホルのみである。重大な副作用として、ショック、アナフィラキシー、血清カリウム地低下、肺炎が知られている。その他、1から10%に高校及び呼吸器感じでしょう。作成 高校及び喉刺激感、感染症、筋痙攣が発生する。副作用発現率は、全速の知見では、国内、海外通算で、成人十四点八パー14.8%、小児セントであり、COPD では三三十点零パーセントであった。副作用の頻度は、両有抗成分の和である。例を挙げると、吸入ステロイド薬は、高校患児打症を引き起こすので、 サルメテロールフル地カゾンでも発生する。防止のために吸入後にうがいをすることが勧められる。吸入ステロイドと長時間作用型ベータアドレナリン、受容体作動薬を使用して症状を制御することは全速治療ガイドラインで推奨されているが、サルメテロールには全速死を誘発する小さなリスクがあり、ステロイドを併用してもリスクは低減されない。これは、ラバが、 全速発作を沈めると同時に、兆候なしに、気道炎症と過敏性を更新させることで起きていると思われる。この合剤で起こる他の副作用は、血圧上昇、心拍数変動、不整脈、骨粗しょう症、骨折、緑内障の核リスクの上昇である。サルメテロールフルチカゾンの副作用を低減させるために、フランカルボン酸モメタゾンの点微スプレーを使用できる。 ありがとうございます。